どうぞこちら中央にお進みください。さあそれではお座りいただきましょう。改めまして稲森選手、沼田選手です。大きな拍手をお願いいたします。どうぞどうぞおかけください。いかがですか。まず皆さんご登場いただいて、とってもスタイルがよくってかっこいいのに驚いてくださってるかと思います。たくさんこうしてフラッシュもねたかれていますが、どうですか。まずこのパッとお二人ご登場いただきました印象一言ずつ、じゃあ稲森選手いかがですか。この雰囲気まず一言ご感想ください。人多くてびっくりしますねえ、本当にさながら記者会見のような感じになってますよね。そう、沼田選手いかがですか。自分もびっくりしてますね、びっくりという感じで。今回こちらドイツ区商店街お越しいただきまして、何かちょっと印象が変わったところですとかありますか。そうですね、前もガンバ大阪を応援してくれてる雰囲気はすごくあったんですけど、はい、今回はこのようなブースっていうんですかもできて、なんかいろいろ昔のものも飾ってあって、はい、さらに応援してくれてるんだなっていうのはもうすごい伝わりました。やっぱりありがとうございます。そうなんですよ。じゃあ、今なんかねお二人の間で何かありましたがいかがですかやっぱ前よりももっと歓迎されてるなって思います頑張ってという声が聞こえていますが、やっぱりじゃあその中で仲のいい選手とかってやっぱりいらっしゃるんですかね。稲森選手仲いい選手とかっていらっしゃいますか。やっぱ同期の西野とか田尻は仲いいですけど、仲いいっていうのはやっぱり普段一緒にこうご飯行ったりとかお買い物行ったりとかっていうことされますか。たまにしますね。そうなんですね。そういう時ってサッカーの話ってされるんですか。全然しないです。全然しないんですね。野本選手仲いい選手とかって自分は、はい、自分も同い年の岡崎健也は仲いいですけど、先輩に結構可愛がってもらうじゃないですけど、ご飯に連れてもらうことが多いので、やっとさん、遠藤さんだったりふたさんだったり、先輩とご飯行くとこう普段お前あれはこうした方がいいぞみたいな話とかってあるんですか。特にないです。そうなんですね。じゃあそういった先輩とご飯食べてらっしゃる間の話題って何なんですか。話題ねえ、どんな話を普段してらっしゃるのかとっても気になるんですけど。しょうもない話ばっかですけど、はい、今やってるドラマの話だったりそうなんですね。芸能人の話だったり、そういうのが多いですね。あ、そうなんですね。それでは質問があるという皆さん、ありがとうございます。じゃあそちらのお二人に、じゃあもう近いのでそこから元気にお二人に質問をしてもらっていいですか。どうぞ。はい、いいよ。目標の選手は誰ですかということです。じゃあお一人ずつお願いいたします。自分はブラジル代表のマルセロ選手が目標です。そうなんですね。どういったところで、なぜ。ポジションも同じですし、プレースタイルも似ているじゃないですけど、もう自分よりはるか上の選手なんで目標にしたい選手です。ああ、なるほど。そうなのって知ってました。その選手知ってるじゃあ目標の選手を教えてください。僕はスペイン代表のピケ選手です。ピケール選手、それはまたなぜでしょうか。ポジション一緒ですし、昔からあんな感じのプレーできたらいいなと思って見てました。なるほど。それではまだまだお話を伺いたいところなんですが、最後にお二人から、やはりもうシーズンも終盤になってまいりました、応援してくださっている皆様に一言ずつ頂戴してよろしいでしょうか。はい、では稲森選手からお願いいたします。今まだまだ試合出れてないですけど、これから出れるようにもっと頑張るんで、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。では宮田選手お願いいたします。ガンバは今 J2 で首位走ってて J2 に向けて頑張ってるので、自分も試合に絡めるように頑張るので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ユニフォーム、これは選手が着ているユニフォーム、はい、そんなものはめったにございませんので、プレミアもんでございます。ネットで売ったらあかんよそれやめてね。はい、おめでとうございます。はい、おめでとう、握手して。はい、おめでとう。